us to bid farewell to our friends on FM. This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。今日は6月28日月曜日です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。政府はタイの決済システムプロンプトペイとシンガポールのペイナウの連携は成功していると強調しています。中国とラオスの鉄道開通に向けて、タイでは農産物輸出増加が準備されています。プーケットの観光再開に向けて運輸省は準備を進めています。タイはタイの麻薬4種を国の遺産として登録します。感染リスクの高い地域を限定しロックダウンされました。それではまず初めのニュースです。政府はタイの決済システムプロンプトペイとシンガポールのペイナウの連携は成功していると強調しています。アルチャー政府報道官は、タイ中央銀行とシンガポール通貨金融庁の協力により、タイの即時リテール決済システムプロンプトペイとシンガポールのペイナウの連携が開始され、これは地域の連携に関する政府の革新的な開発の成功例となっていると、プライト首相が高く評価していると述べています。プライト首相は、タイのより良い復興への取り組みの一環として国際経済協力を促進しています。このような連携は世界初と見られています。プロンプトペイとペイナウの連携により、顧客は携帯番号を使い、1日あたり1000シンガポールドル、または2万5000バーツまでの資金を両国間で送金でき、通常の送金手続きのように受取人の氏名や銀行口座情報などの入力は不要となります。タイとシンガポールの連携銀行の顧客が対象で、通常の送金方法で営業日1日から2日かかるところ、わずか1分から2分で送金が完了します。アルチャ政府報道官によりますと、プロンプトペイとペイナウの連携は、一昨年に開始されたASEAN諸国間の決済システムサービスを連携し、 ASEAN 地域内の金融促進を目指す ASEAN ペイメントコネクタビティ構想の一環として連携されたものです。次のニュースです。中国とラオスの鉄道の再開に向けて、タイでは農産物輸出増加が準備されています。ラジャダ政府副報道官は、今年予定されている中国とラオス間を走る鉄道開通に向けて、チャルムチャイ農業協同組合大臣が、タイの起業家がより便利な方法で農産物を中国に輸出する良い機会となるとして、準備を進めるよう指示したことを明らかにしました。チャルムチャイ農業大臣は、関係当局と起業家が
コンプライアンスアプローチを明確化するために、第三国を経由し、タイと中国の間の果物の輸出入の検疫と検査に関する議定書への署名を促すために、全国農産物食品基準局にその任を命じました。タイ、ラオス、中国を走る鉄道は、次の段階に向けた準備計画を策定するためにワーキンググループも設立されました。ワーキンググループのメンバーには農務局、水産局、畜産局、ゴム管理局が含まれ、国の農産物食品基準局の代表者が秘書を務めています。タイの果物は現在中国市場で高い需要があります。2021年の最初の4ヶ月間で総額340億バーツ、53万2000トンを超える果物が中国に輸出されました。このうち19万トンはドリアンで233億バーツ、リュウガンが18万8000トン、79億バーツ、ココナッツ10万トン、19億バーツとなっています。農業省などの関連機関は、WHO 世界保健機関、FAO 国連食糧農業機関、GAP 農業生産工程管理、GMP 医薬品の製造管理及び品質管理の基準など、国際基準に沿って生産及びロジスティックスプロセスのすべてのステップを厳密に管理することで、タイの果物の品質や衛生基準の維持に努めています。ラチャダ政府副報道官によりますと、中国とラオスを走る鉄道は、中国の昆明とラオスのビエンチャンをつなぐもので、タイの南海県はビエンチャンからわずか24キロの距離にあるため、ラオスを経由して中国南部とタイを結ぶ主要ルートとなり、タイの投資家や企業家の貿易と投資の機会を大幅に拡大することが期待されています。次のニュースです。プーケットの観光再開に向け運輸省は準備を進めています。南部の一大観光地であるプーケット県は、県民のワクチン接種率を引き上げるなどして、プーケットサンドボックスと題した観光再開計画を来月1日に予定しており、観光再開を実現させるため運輸省などは準備を進めています。7月1日から入国制限を撤廃して外国人観光客をプーケットに受け入れることを計画していることから、プライト首相が現地を訪れ、観光再開に向けた準備の進み具合などを視察しました。スパダラポン副首相によりますと、タイは先にプライト首相が説明したように、120日以内に入国制限を全面的に撤廃することを目指していますが、その実現に向けた第一歩がプーケットの観光再開となっています。7月1日から一定の条件を満たす外国人は、すぐにプーケットを訪れることができるものの、感染拡大の予防措置としてプーケットに14日間以上滞在したものにのみプーケット以外の場所を訪れることが許可されます。また北部の一大観光地であるチェンマイ県では、官民の関係者が現在プーケットに倣って観光を再開しようと計画中です。チェンマイ県の観光収入は、新型コロナウイルスのせいでチェンマイ空港の利用者が昨年は前の年から大幅に減少するなどして430億バーツ余りに落ち込みました。タイ政府観光庁は近く、チェンマイの観光再開プランの承認を得るため、観光再開案を新型コロナウイルス感染症対策センターに提出する予定です。次のニュースです。タイはタイの大麻4種を国の遺産として登録します。保健省はタイの大麻4種が国の遺産として登録されることを明らかにしました。医療用大麻の使用を安全に効果的に進める研究を促進するためだとしています。アヌティン保健大臣は、今回国の遺産として登録された大麻は ST1、TT1、UUA1、RD1 と名付けられており、これらの大麻の株の登録は農業協同組合省の承認を待っていると述べています。農業省からの承認は8月になる見込みです。これらの大麻の特性と利点を研究するため、医学部当局によって管理されています。ラチャモンコ工科大学遺産サコンナコンキャンパス
および加瀬サート大学サコンナコンキャンパスと協力して研究が進められる予定です。アルティン保健大臣はこれら大麻の研究は国に経済的利益をもたらし、農家が世界市場で競争する可能性を高め、貿易赤字を減らすのに役立つと強調しています。大麻の根は新型コロナウイルスに感染し損傷を受けた肺機能の回復にも役立つことが研究で分かっていると述べています。次のニュースです。感染リスクの高い地域を限定しロックダウンされました。政府はこのほどバンコクとその周辺県およびタイの最も南に位置するパッタニー県、ヤラー県、ソンクラー県、ナラティワート県4県のうち建設現場など新型コロナウイルス感染リスクの高いエリアを6月28日から30日間封鎖することを決めました。バンコク全域のロックダウンについて政府は経済的影響などが大きいと予想されるため見送ることになりました。プライト首相によりますと封鎖される建設現場に関してはそこで働く作業員に保証が支給され工期の延長が認められることになると説明しています。また新型コロナウイルス感染症対策センターは25日、新たにバンコク都内の8カ所で新型コロナウイルスの集団感染が起きたことが確認されたと発表しました。これらはバンクンティエン地区の石油ガスコンテナー会社で49人、スナック会社で33人、化粧品販売会社で80人、バンポン地区のガーメント会社、バンケイ地区のプラスチック容器会社、クロムサムワー地区の建設現場2カ所、スアンルアン地区の建設現場となっています。これによりバンコクでこれまでに確認された集団感染は合計107カ所となりました。新型コロナウイルス感染症対策センターによりますと全国で新たに3644人の感染が確認され感染者44人が死亡しました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。You don't know why me conti huang you yak heru chin rak ta chin kai jagan bai nan pieng ai chin rak ta yang kai prom ja ai ai kam wa kao jai jet pieng ai chin prom yang yang ji ji kwa ラジオタイランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から日本時間の午後10時からそして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.